今日はね、みんなから子供の寝かしつけてか、年齢トレーニングっていうの、年トレについてすごい最近 DM が来て、私がね、一回ストーリーにこうポッてその年トレのことあげたら、ものすごい量の DM が来て、どういう風にやってるのかとか、こう詳しくね、聞かせてほしいって言われたから、今日はそれを撮ります。そう、でね、一応ね、スクリーンショットもしたんだよね。DM 来たやつを。はい、それはまあちょっと後からにして。とりあえず、なんかね、上の子の時は、長男はね、私もまあ一人目の子だったし、その別々で寝かした方がなんかそのやっぱり子供は寝やすいとかいいっていうのをこうちょっと聞いてたからやりたかったんだけど、なんかほら心配だしさ、なんかやっぱね、私も離れたくないみたいになってたから、結構こう添い乳とかしちゃったり、添い乳ってわかるかな、添い乳ってこうおっぱいあげながら一緒に寝るやつなんだけど、添い乳したりとかしちゃってて、私もなかなか最初別で寝れなかったの。やっぱ泣いたらすっごい心配だからすぐ抱っこしてあげてたし、やっぱ寝かしつけもずっと抱っこして、もう本当に本人が熟睡するまでなんか寝かしつけてたんだけど、それが4ヶ月間続いたわけ。結構やっぱり疲れちゃって、自分の中でも。それでそう、寝トレをちゃんと本格的にしようと思って、上の子の時は4ヶ月から一応始めたんだけど、まあ一人でまずはまあ授乳して、まあゲップさせて、眠くならせるとこまでもせずに置いて、でバイバイってやるんだけど、バイバイした後に最初はまあ泣くんだけど、すぐ一回扉閉めると、でまあ30秒とか、まあ、1分とかで中に入ってあげて、トントントン、大丈夫だよ大丈夫だよみたいなやって、それをなんかどんどん伸ばしていくんだよね。そう、2分にして、次は3分後に行って、次4分後に行ってっていうのをやって、でもちろんいろいろ質問でも来てたんだけど、カメラのベビーモニターとかもつけて、ちゃんと安全かどうかも確認して、ずっとそれを見ながらやってたんだけど、上の子はね、結構15分ぐらいでもう初日から寝てくれて、それをもう毎日上の子の時は続けてやってたんだけど、その4ヶ月から寝トレを始めたはいいんだけど、まあ、部屋の数のこともあったりとかして、同じ部屋の空間にはいなきゃいけなかったの、うん、だからベッドは私は自分のベッドに行って、ベビーベッドをちょっと1メートルぐらい離れたところに置いて、まあ、そこにいさせて、だから一番最初の夜寝るとき、この子の場合は、上の子の場合は7時だったんだけど、7時にその一番最初の寝るって時は、まあ、1人で絶対寝かせるんだけど、やっぱりなんか夜中とかもこうふにゃふにゃ言ったりとかすると、すごいやっぱ気になるんだよね。だからやっぱどうしてもこう私も起きちゃって、別に本人も寝ぼけてるかどうかも分かんない状態なのに、なんかかわいそうになっちゃって持ち上げて、なんか本当に熟睡するまでずっと私も夜中本当に2時とかになぜかもう1時間とか抱っこして寝かしたりとかやったりしてたの。でもこれはダメだと思って、なんか多分本人今寝てるし、私も寝たいしだからなんかちょうど引っ越すタイミングが7ヶ月ぐらいの時にあったんだよね、その上の子が。でそれを機に全く一人で寝かせたの。そしたら本当に意外と一人で寝かせた方が朝までずっと寝てくれて、でもちろんその間もこう慣れないからさ、あんまり、だからベビーモニターつけててもやっぱ夜中とかも何回も何回も起きちゃって、上の子の時は。だからすごいわかるの、みんなが心配じゃないですかとか、なんかね、突然死とかもあったりするしっていう、そうそう、もちろん6ヶ月までとかって幼児突然死っていうのがあったりするから、すごくそれも私も心配だったから、やっぱ上の子の時は本当に本当に寝れなくて、もうベビーモニターつけて別部屋なのにもなぜかずっと起きるみたいなのも最初やってたんだけど、でもなんかやっぱりそうそう、最終的にはもう別でよかったかなと思う。本当1歳とかさになって、なんとなくこうさ、マミーとかさ呼べるようになってぐらいとかで、夜とかさお風呂上がってさ、ね、着替えたりパジャマに着替えて、じゃあママ行くね、バイバイって言うと、もう何もしなくてもバイバイって言って寝るのよ、自分で。真っ暗になるとやっぱそこの部屋が自分のもう寝る部屋だっていうインプットがされてるから、そう、それで2人目の子の時に、まあ、生まれた時にもう最初からやりたいと思って、2人目の子の場合はもう最初から完全別。そう、ちょうど私がもう上の子と一緒にベッドでも寝るようになったから、そうそうそう、もう下の子はもう1人で寝かせようと思って
正直ね、もう新生児の頃からほぼ抱っこで寝てか、もう一回も抱っこで寝かしたことがなくて、なんで泣いてるかっていうのが多分お母さんだと分かると思うんだよね。お腹空いてる、ゲップしたいとか、まあ、暑い寒いとか多分分かると思うんだけど、ただただこうぐずってるだけの時ってやっぱちょっと眠い時とかだから、そういうのって意外と辛いと思うんだけど、変な話5分10分とかの話だからさ、ほっといてあげた方が本人も一人で寝れるようになるし、ママの気持ちも楽だし、やっぱ一回抱っこしちゃうと抱っこさ泣いたら抱っこされるって思っちゃうって私は思うのね。これは多分いろんなね、あれが考え方があると思うんだけど、私はそうやって思ってて、私はだからなるべくその自分は全部やってあげた後ね、例えばミルクもそうだし、ゲップとかもそうだし、温度とか全てね整えた上で、それでも泣いてる時はやっぱ眠い時だから、そういう時は私は全然もう10分でも15分でもほっとくかなって思う。なんかでもイメージはやっぱり、なんか泣いたら抱っこしてトントンして寝かせてあげるっていうイメージがすっごい強いです。だってさ、ママも大変じゃない？それにやっぱ子供が慣れちゃうといつまででも泣いちゃうし、その私が結構なんか子育てのことばーって勉強してる時に、最初のこの時にやっぱ例えばじゃあ夜中起きました、その時にさ、例えば普通にちょっと起きちゃって本人が、あ眠いけど寝れないって泣いてる時に、あ泣いちゃった泣いちゃった、なんならおむつかなって言ってパンツをまくり上げておむつを変える、あのじゃあ服下をね、もうそんなのさ大人がされてみーや、さ冷たくて起きちゃうじゃん、もっとしたらもっと寝れなくなっちゃうじゃん。だ変な話、今のおむつってすっごい機能性がいいから、ちょっとやそっとじゃ大丈夫なのよ。だから本当にもううんこブリブリ漏らしてすっごい泣いてない限りは、正直私はそんなに夜中はおむつ替えなくていいと思う。やっぱ気になるのは分かる、私上の子の時すごい気にしてたから分かるんだけど、そんなに大丈夫だよ。だってもうこの子はもうさ3、4ヶ月ぐらいから、3ヶ月とか4ヶ月からさ、ずっともう12時間寝っぱなしだけど、12時間大仏は12時間寝っぱなしだからさ、帰れないじゃん12時間3ヶ月ぐらいから全然平気だもん。お尻もかぶれてないし、別に本人ご機嫌だし泣くこともないし、確かに今ご機嫌ですから、そうすっごいわかる。私もめちゃくちゃ上の子の時にめちゃくちゃ気にしてたから、いろんなこともすっごい些細なことでも気にしてたけど、あんまりそこまで気張っちゃうと、逆になんかママがなんかオーバーヒートしちゃうというか、なんかポンってキャパオーバーしちゃってストレス溜まっちゃって、あまた泣いてね、また抱っこしなきゃってなっちゃうのって、なんかその気持ちがすごく嫌じゃない？なんかそういう風な感情で子供に接するのが私は良くないと思っちゃうから、だったら変な話5分10分ほっとくのは全然私はいいと思う、お互いのためだと思うな。めんどくさいって思いながら接したくないですよ。そう、それかわいそうじゃない？だってめんどくさいなと思うの、うん、なんか質問とか来てたんですか？次男くん寝る前に泣いたりしませんか？念トレしたんでしょうか？全然寝る前にぐずったりしますけど、基本はぐずってるぐらいだったら相手にしません。私はほっておきます。ベビーモニター使ったり定期的に様子見に行ったりしてるのか？これはもちろんしてます。ベビーモニターも使ってるし、定期的にめちゃくちゃ様子は見に行ってます。はい、一人で寝るときおしゃべりをど使っているかどうか。もう一人で寝るときは、まあ、おしゃべりしますね。下の子は、上の子はしなかった、嫌いだったから。下の子はおしゃべりしてくれるので、普通にこう、まあ、本人が落ち着くならおしゃべりさせてあげてます。現在5ヶ月の子供を育ててるんだけど、ベビーベッドでは寝てくれなくてずっと同じベッドで寝ています。念トレをしてみようかと考えたんだけど、泣かしてまで別で寝るのは私も辛いかなと思ったり、一緒に寝ることにストレスを感じてないので今のところ保留中です。でもこの人だったらそのままでいいと思う。なんか別にその何が正しいって絶対ないから、私は私の性格的に一緒に寝たくないの、本当にもう寝るときはみんな寝るみたいになりたいから、そう私はこうしてるけど、なんかその別々になることがママにとってすごくやっぱり辛いとか、ほっといてることが本当になんか心痛いとかだったら私はやんなくていいと思う。それはもうママがどうしたら気持ちいいかが一番優先だから、一緒に寝たいんだったら一緒に寝た方がいいし、それでいいと思う。なんかそんな別に誰かが念トレしてるからって念トレする必要は絶対ないと思うしね、うん、でもまあこういうみんなでもこういう感じだって勉強になります。ほっといていいんだとか、なんかほっといてっても言い方が嫌だよね。まあでもいい意味でその見守る、ほっといてっていうか見守ってあげる、やっぱりなんかさ、私とかなんか全然あれだよ、ちょっと応援しながらだよ、頑張れみたいな、いつも言ってますよね。もちろん頑張れ、一人で頑張れ、頑張れ頑張れっていけるよって、なんかそのほっとくって
って見て見ぬふりするとかじゃなくて、やっぱ近くで見守ってあげて、一人で寝ることって絶対大切だと思うし、そうそう、だから今も上の子とかも一緒にベッド入って絵本とか読んであげるけど、まあ、絵本とか読み終わって本人がこうなんかリラックスしてきたら、ちょっとママお水取ってくるねとか、後で来るねまたとか言って、じゃあねって言って出てくし、みんなが楽なのがいいと思う。でもこれはもちろん賛否両論両論両論言えないの。あ、でもそう、あるからさ、私が正しいのは正しいってことは絶対ない。ただこれは私のやり方であって、まあでもみんながその来たがってたベイビーモニターとかは もちろん全部ついてるし、もう確認もすぐしに行くし、いっぱい夜中も何回も確認するの。私は結構普通にあのちょっとお手洗いで起きたりするから、そのために お部屋行ったりするし、もうベビーモニターは常にこう枕元にあって、あとはもう携帯からも見れるようになってるから、携帯でリビングにいるときはチェックしたりとかしてる。そうだね、そんな感じで私のネントリ事情は。大丈夫かな、参考になったかな。はい、ということで皆さん、まだ質問があったら、大丈夫だったかな、質問があったらどんどんコメントに書いてください。じゃあねー、バイバイ。